はい、北原照久倉庫コレクションですね。まあ、いろんなコレクションもたくさんあって面白いんですけどね。少年サンデー、お花藩。あ、お花藩、これは名古屋の黒ちゃん、黒田さんから譲ってくれたやつですよね。御三家フィギュア、船木和夫、西郷輝彦、橋幸夫、だっこちゃんみたいな。さあ、これはすごいですよ。これは日本の宝だと思います。これはですね、ここに新漫画塔って書いてあります。それで1956年12月16日これは時和荘、あ、今豊島区にね、今度時和荘7月7日にオープンしますよね。時和荘という、まあ、梁山泊ですよね。手塚治虫さんが時和荘にいて、そしてそれ時和手塚さんを慕って集まった方たちが時和荘に住んで、漫画少年だとかに漫画を投稿したりして、そしてその全員がメジャーになったわけです。その方たちが哲也さんが出た後で新漫画党を結成して、1956年の12月16日にみんなで酒盛りをして、俺たちも頑張ろうねっつって、なんか記念になるものないかなっつってカーテンを外してみんなで寄せ書きをしたわけです。ここには赤塚不二夫さん、石森章太郎さん、ね、それから寺田博夫さん、鈴木伸一さんだとか、藤子不二雄さんだとか、ね、それからそうですね、皆さんが書いて、もう画風がこう できていますよね。そう、角田二郎さんは時和荘には住んでいなかったんですけど、もう近くに住んでいて、この新漫画塔 を作った創立メンバーですよね。でもこの一枚のカーテンからどれだけのね、その漫画が誕生して、そしてそれが世界中に広がって、日本が誇る漫画文化の場所ですからね、時和荘。これは本当に宝だと思います。まあ、いつか時和荘、今度できたね、あの中でも展示をしたいと思います。その時はぜひ見に来てください。